平成20年台風第6号は2008年6月にフィリピンなどを襲った台風である。進路図2008年6月19日、フィリピンの東で台風6号が発生し、アジア名、フンシェンと命名された。命名国は中国で風神を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、フランクと命名している。 台風は20日にフィリピンに上陸し、22日に首都マニラを直撃した。その後一旦は南シナ海に抜けたが、25日に中国の新鮮市に再上陸した。そして26日、河南地方で熱帯低気圧に変わった。台風による大雨により、至るところで土砂災害が発生し、 合計で1371人の死者と87人の行方不明者が出た。最も被害が大きかったフィリピンでは938人が死亡した。強風によって渋谷海を航行中にエンジン故障を起こし座礁していた845人乗りのフェリープリンセス・オブ・ザ・スターズが沈没した。これにより行方不明者の数が700人を超えた。ありがとうございます。